カブトエビは、エラーシズナの肺項目、カブトエビ科に属する、甲殻類の総称。淡水性で発達した肺項を持つ、甲殻類。名前に反して、エビではない。カブトエビの背面と覆面。1、目、2と5、第1、胸し、3と9、腹部、4、肺項、6と7、胸し、8、腹し、10、 微節と、おし大きさは2から10センチメートル、エラー種類にしては、かなりの大型である。ミジンコ類や、カイエビ類と共に、エラー種類に含まれる。しかし、体の左右にくるまる廃校と発達した第二、触覚を持つミジンコ類とカイエビ類に対して、カブトエビの廃校は平らに開き、第二に触覚は著しく体化し完全に欠如した、場合もある。短い第一触覚は、 廃校前方の腹側にあり、大顎は発達する。廃校の前方には二つの大きな複眼、一つの目立たない脳プリウス眼、及び一つの丸い石間が集約する。胸部と腹部は多数の節に分かれ、腹側にある十一体の胸肢と数十体の腹は、ヒレ状で呼吸と遊泳に使われる。第一体の胸肢から、それぞれ三本の糸上部が伸ばし、 感覚器官として役を果たす。本当の触覚は不明瞭であるため、この触覚のような第一、胸脂はしばしば触覚と誤解される場合もある。腹部交端には一体の押しが備える。日本では6の7月、水田などに大量発生する。水田への注水後10時間程度で孵化が始まり、6日程度継続して孵化する。 不日から10日程度で散乱し、1から2ヶ月の短い一生を終えるが、成長速度と生存期間は、水温で大きく変化する。水温が、摂氏21度の場合、アジアカブトエビは8日目、アメリカカブトエビは10日目、ヨーロッパカブトエビは16日目から散乱する。水田の水抜きで、水が枯れる頃には、泥内に卵が残っている。他の地域では、 頻繁に干上がるような、浅い水溜りや池に生息することが多く、乾燥に強い耐久卵を持ち、水田のような環境に適応したものと考えられる。雑食性で、泥中の動植物の遺体の破片や、小型藻類、プランクトンを泥と共に捕食する。日本国内では、以下の4種が生息する。大陸株とエビは、在来種と考えられるが、 残りの2種はいずれも異乳種で、1916年、香川県でアメリカカブトエビが発見された後、各地で発見されている。関東、中部地方異性に広く分布している。なお、大陸カブトエビも、中国からの気化動物という研究もある。また、日本周辺では、ヘラオカブトエビレピューリューズアークティクスが、千島列島から記録されている。エラー種類の中で、 カブトエビは、カイエビやミジンコ類と単形統群を成している。これらはハーシアコウ、フィロポダとしてまとめられ、もしくは、カブトエビが自らカブトエビアコーカ軽めのストリカを構成し、他のエラー種類から区別される。カブトエビは、カブトエビかトリオプサイデーのみからなり、このトガは、カブトエビ族トリオプスとレピデューリウズ族が含める。両族の見分け方として、 カブトエビ族の第一、胸氏の糸上部は長く、レピデューリューズ族の微節には、ヘラ状の突起がある。レピデューリューズはアップストーブの拡大写真、複眼と石管が映る。この類は、石炭機から出現し、中でもカブトエビ族は、ジュラ紀からの化石も存在し、甲殻類の中でも古い形質を残したものと、考えられている。 分化した当時から現在までほぼ同じ姿を保ち続けた生きている化石である。その原始的な特徴としてノープリウスガンがある。大きな目が二つついているように思われるが、中心についている小さな目と合わせ全部で三つ目である。通常、甲殻類のノープリウスガンは陽性のみに存在するため、このノープリウスガンが 生態にも残っていることから原始的特徴とみなされている。水田では雑草を食べるほか、餌の捕食あるいは産卵のために、みなそこの泥をかき混ぜることにより、水が濁って、光が遮られ、雑草の発芽と成長が抑制される。そのため、他の草取り虫とも言われている。水田雑草の除草を目的とした場合、生存期間が、 最長のアジアカブトエビが最適とする研究がある。また、有機農法を行っている水田では、水の pH が低いため、孵化しても死滅するとする研究もある。アメリカカブトエビの卵生きている化石。ありがとうございます。